皆さん、こんにちは。婚活バディヒロジュンです。このチャンネルでは、35歳を過ぎた大人女子が、妥協しない結婚を半年で叶えるための情報をお伝えしています。今回のテーマは、2023年保存版。 スピード成婚する人の特徴13選っていうことでスピード成婚したアラフォー女性たちがやっていることを具体的な例を挙げながらお話していきます仕事も一段落したしさあ次は結婚子供も欲しいと思って婚活をスタートしたけどえこんなに結婚って難しい ?37 歳の婚活の現状ってこんなに厳しい 子供は絶対欲しいのに間に合えへんかもしれへん。そんな風に慌ててる人はいませんかまさに過去の私です。焦りますよね。でも、 大丈夫です。そんな状況の37歳の私でしたが、39歳でお見合い結婚しました。そして40歳の時に結婚相談所ダッシュを立ち上げて、主にアラフォー女性のサポートを10年間やってきましたが、厳しい状況の中でも、3ヶ月から半年でスピード成婚する人はいるんです。特定の誰がっていうよりは、事例に学ぶという感覚で、スピード成婚する人の共通点を特徴13選という形でお伝えします。 この動画を最後まで見てもらったらきっとあなたにも簡単に実践できる方法があるはずなのであなたの婚活にぜひ取り入れてみてくださいきっと結婚が早まります目次はこんな感じです1番お相手をほにゃららしない2番婚活はほにゃららでするという感覚3番自分のほにゃららの感情を受け止める4番自分を大切にほにゃららを作る5番感情をほにゃららにして伝える6番 お相手の荒探しをしてしまうときは、ほにゃららと考える。7番、急にテンションが下がったときは、ほにゃららする。8番、お相手との温度感、スピード感のずれは、ほにゃらら調整。9番、過去の記憶とリンクする嫌な感情は、ほにゃららで対処できる。10番、ほにゃららという潔さを持っている。11番、交際相手を早い段階でほにゃらら。12番、婚活のほにゃららを上げて、ほにゃららを確保している。 13番婚活のサポートを受ける時はホニャララで何回ホニャララ言うねんでは順番に見ていきましょう1番お相手をジャッジしない会った瞬間から「スーツはまあよし髪は何にもセットしてないなお肌はプロフィール写真より老けてるスーツにそのカバン合わなくないお見合い場所へのエスコートちゃんとしてよ自己紹介が仕事みたい」 ドリンクの注文もうちょっとスマートにしてくれたらいいのにいちいちツ×三角をつけてお相手をジャッジしていませんか早く成婚が決まっていく人はね実はそんなことをしてないんですよ。自分の物差たちでお相手のことを「良い悪い正解間違い」とジャッジするんじゃなくてお相手のありのままを見るだけあー髪がぼさってるなーお写真より老けてるなー そういう人なんやなって受け止めるだけ。もちろんね、そんな短い時間でお相手の全てはわからないので、ごく一部が見えてるだけです。お互いにね。これ、お見合いの時だけじゃなくて、交際の中でも言えることですが、お相手との関わりの中で見るべきは自分なんですよ。お相手の神がぼさってるなぁに対して、自分がどう感じているのか。だらしなくて、不潔尿も生理的に無理。 って感じなのか、午前中のお見合いやったし、慌てて出てきたんかななのか、私もヘアアイロンとか苦手やし、気にしなーい。なのか、自分の感情がどうなってるのかを見ていくんです。そして交際希望を出すかの判断をする。相手をジャッジするんじゃなくて、自分の感情で判断するんです。お見合い婚活は会う人探しです。違うかったら次。軽やかに進めばいいだけ。 そうじゃないとねストレスがたまりすぎて婚活自体が嫌になってしまいまいす。2番婚活は2人でするという感覚お見合いや交際の中で自分だけ頑張ってる気がするとかお相手が気が利かない動いてくれないとか 感じてないですか早くに成婚が決まっていく人はお見合いや交際を人任せにしないし楽しい空気にならなかったことやスムーズにに進ままなかったことをお相手のせせいにはしませんもちろんね自分のせいと感じる必要もないです結婚は2人でするものお見合いや交際のお相手は一緒に結婚に向かうかもしれないバディなんです。 自分がお相手に合わせて疲れてるならお相手も何かしらお相手なりに合わせてくれてますえどこが何がと思うかもしれませんが感覚はみんな違うので自分が気づかない部分でお相手なりに頑張ってくれてます出会って間もない間柄ではその辺は見えないんですだから時間をかけるんですお見合いやデート自分が思んなかったら 相手もんなないはずなんです。そしてそれをなんとかするのは2人の責任なんですどうしようって相談するのか話し合うのか基本的な考え方はね自分にでできることは何かなです。お見合いもデートも楽しい時間を一緒に作り出すチャレンジと考えたら分かりやすいと思います何万人の中から運命的にバディを組んだ2人です。 最初かからうまくいかなくていいいなてんですよそんなチャレンジの時間を重ねる中で未来の結婚生活を一緒に作りたいと感じられるかどうかを確かめていけばいいんです。で違うかったら次シンプルそれがお見合い婚活です。3番自分の負の感情を受け止めるプロフィール選考をお互いにクリアしていざお見合い。 特に好きになったわけでもないけどまあ楽しく会話できたし嫌なところもなかったのでよくわからないからひとまず交際こんな感じで交際に進むこと多いですよね結婚につながるお相手とのお見合いもだいたいこんな感じです会った瞬間にね私この人と結婚するんやわみたいに感じるのは少数派なんです交際してる中でこの間のデートは楽しく過ごせたのに 今日はなんか空気重かったなぁとか何回かあったけどまだよくわからないとか一応交際はしてるけどこの先を考えたらほんまにこの人でいいのか不安とか負の感情はねあって当たり前なんです早くに成婚していくメンバーはそんな負の感情も大切に受け止めるをやってますデートの空気が重かったなぁさあ次楽しくするにはどうしよう 考えるし何回かあったけどまだよくわからないと感じてる自分を受け止めてどうして生きたいって自分に聞いて判断材料として次はこれを知れるようにしようと次のデートの課題を作ったり不安な気持ちは具体的に何に対しての不安なのか丁寧に自分に聞いてみるをやってます。でで解決できることななのののかかスルーしてももいいものなのか スルーしてはいいけななものなのかを判断するここら辺はね一人では難しかったりするので一緒に話しながら整理したりすることも多いですデートの空気が重いお相手はお断りまだよくわからないとしか思えないから終了不安になるからきっと相性は合わないという感じで終わらせはしないんです自分ができることを探してやってみる交際終了はいつでもできるのでね ちゃんとお相手と向き合って2人で何とかしてみるという視点で考える24時間365日いつもいつもハッピーハッピーという人なんていないんですよ当然ながら結婚生活もそうです。上がったり下がっったたりり下 仲良かったり仲悪かったり波があるんですよだからいいんです自分の負の感情を受け止められてたらいい感じの状況も素直に受け取れるんです自分の感情を大切に扱う癖がつくんです四番自分を大切にゆとりを作る何も考えたくない疲れた何もかも嫌になりそう もしそんな風に心も体も疲れているなら休むことの方が優先ですせっかく交際してるのにデートせな先に進めへんしんどいけど行きたくないけど行くしかない。なんていうのは本末転倒なんです。成婚していくメンバーはちゃんと自分をケアしながらゆとりを自分で作って婚活してます。 お相手の考えていることが分からなくて追い詰められた気持ちになったりそんな時は勇気を出してお相手に聞いてますそうやって解決して自分を大切に心のゆとりを確保してます自分さえ我慢すればという考え方はナンセンス幸せな結婚生活を送りたいならそんな考えがもしあったとしたら今すぐ捨ててください5番感情を言葉にして伝えるお茶をご馳走してくれてありがとう デートプラン考えてくれてありがとうお店を予約してくれてありがとうご飯ごちそうしてくれてありがとうはもちろんのことあの時こんな風に言ってくれて嬉しかったあなたと一緒だとホッとする居心地がいい楽でいられる変に気を使わずリラックスできる何でもおしゃべりやすい楽しかったまた会いたいなどなど感情を言葉にして伝えてますか 素直な気持ちを言葉にしにししくかったりしますよね言わなくてもわかるよねとかそんな感じのことは言ってるよなとか思ってはいるんですけどねとかなってませんか早くに成婚するメンバーだって十分の感情を言葉にするのが得意な人ばっかりじゃないです。でもねそこは心がけ次第頑張ってやってます。例えばね 私と喋ってて「こないだデートしててこんな風に思ってるんです」の話になった時「それちゃんとお相手に伝えてる?」の問いに対して「え聞言えてないです次行ってみます」みたいなそんな会話をすることがよくあります。でそんなやり取りがあった後ちゃんと実行するかどうかで結果が変わってくるんです。 いつもご馳走してもらってるの悪いなって思うんでお礼の気持ちとして何かお菓子とかプレゼントを渡すっていうのをどうですかねとか質問してくれるメンバーもいるんですけどそれねすごいいいと思います形にして気持ちを伝えるその時にメッセージカードもつけて渡すと最高ですテクニック的にプレゼントを渡すんじゃなくて気持ちを伝える6番お相手のあら探しをしてしまう時は 未来の不安を消したいんだなと考える特に大きな問題もなく交際は続いてるでもこの間仕事の愚痴言うてたなもし仕事辞めたいって言い出したらどうしよう会社での人付き合いうまくいってないんかなもしかしてコミュ力低めなんかなとかお母さんが話の中でよく出てくるけどそういえばしょっちゅう実家に帰ってない結婚ししてかららもうう実家の方を優先する人やったらどうしようとか。 順調に交際してるはずやのに無意識にマイナスポイントを探してしまっている自分それに気づいて重い気持ちになることってありますよね成婚していくメンバーにもそんな気持ちはあったりするんですでもねそんな時はこう対処してるんですまずはお相手のあら探しをしてしまう自分を責めない 未来の不安を消したくてそうしてしまってるだけ。自分の幸せのために一生懸命になってるだけと考える。でもね、未来の不安は消しようがないんですよ。自分が勝手に作り出してる不安やから。なので具体的にやることは不安ではなく、希望に目を向けて生きていくマインドを身につけること。未来の想像をした時にね、こうなったら嫌やな が思い浮かんだら逆にこうなったら嬉しいなを想像してみるんですそして嬉しい方を選択してその方向に行動していくんです思考の癖はねこれからの思考の選択と行動によって変えていけます7番急にテンションが下がった時はプロに相談するなんかこないだより横に並んで歩いている時の 距離近ないとか、交際になった途端、下の名前で呼ばれた。ぐいぐい距離詰められてる感じがする。もう君は俺のもの、みたいに思われてる気がする。そんなこんながあって、ついこの間まで楽しくデートしてたのに、急にテンション下がった。もう会いたくないかも。交際終了しようかな。これね、婚活あるあるなんですよ。この間のご成婚メンバーも、その前のご成婚メンバーも、こんなようなことありました。 もちろんねない人もいますでねアラフォー婚活ではこっから抜け出すことができない人結構多いです交際がいつもいいとこまで行くんやけど急にテンション下がって交際終了これはっきり言ってね自分で自分のご縁を潰してるようなもんなんですよもったいないんです自分でテンションを戻せないなら プロに相談するのが一番です。私たちのような婚活サポートのプロがどんな風にこっから脱出するのをサポートしてるかって言うと、考え方の基本はね、マイナスの感情が湧いたときは自分を知るチャンスってこと。単にね、テンション下がったで終わらせずに、その感情の奥を見ていくんです。急に距離が近くなって、なんか怖いなのか。 ペース感が早すぎて違和感なのか強引な感じが支配的で嫌って感じなのかそこら辺がはっきりするとね対処法が見えてくるんですよお見合い婚活ってねちょっと特殊なんです出会いから3ヶ月で結論を出すっていうルールがありますよね なので今までの恋愛経験を当てはめて考えると瞑想するんです自分自身の感情を大切に丁寧に見ていくことがあなたの幸せな未来につながりますちょっと話逸れるようですけどね人間の脳の機能として大きな変化を避けようっていうのがあるんですよ無意識にね コンという大きな変化を避けようとしてそんな感情が出てきたりもするんです。なので落ち着いて冷静に対処しましょう。例えるならね、ちょっと思い出してみてください。中学校を卒業して高校に行くタイミング。楽しみやけどなんか怖い。不安。やめれるもんならやめたい。そんな感覚と似てる。電車に乗って通学するってしんどくない地元の友達とバラバラになって。 楽しくない気がするそんな言い訳を自然と探し出してしまうでもね高校に行きだしたら不安に思ってた気持ちなんかどっか行ってそのうち慣れて高校生活を楽しめるようになるんですよそんなもんなんです8番お相手との温度感スピード感のズレは時間幅を持たせて調整 交際はしてるけど、私はまだ彼氏彼女って気持ちになってないし、なんならお見合いの延長みたいな感じでいってるし、実際彼氏じゃないよね。それやのに結婚後の仕事のこととか子供のこととか、まだ具体的に考えられないのに、ぐいぐい聞いてくるやん、困る、なんか違和感、というようなことはないですか。大前提としてね、お見合い婚活の場合は、 展開のスピードに違和感は感じるもんです。成婚していくメンバーもね、そんな違和感感じてますよ。でもお相手とあまりにも感覚がずれてるのは良くないので、そこは時間幅を持たせて調整していってます。 現時点ではずれてる感じやけど1ヶ月とか幅をを持たせたせ中でで折り合いいつけていく感じです。不安に感じる部分や違和感はお相手に伝えていけばいいしちゃんと言葉にして話していくコミュニケーションをとっていく2人で乗り越えようの気持ちでチャレンジするって感じです。 お相手もね違和感感じながらこの交際を前に進めるために一生懸命頑張ってくれてたりもするんですよそんな話ができたらねなんやお互いに無理してたんやねって笑い合えたりするんです素直が一番ですお互いの気持ちを伝え合って時間をかけて調整していくそれで合わないなら次っていう選択もありです無理して絶対に合わせなあかんっていうもんでもないんでね 合わないものは合わないですお見合い婚活は合う人探し軽やかにいきましょう違うかったら次九番過去の記憶とリンクする嫌な気持ちは今の自分で対処できるうわこの言い方お父さんになんか似てる嫌や,や元彼ともこんな話になったことあるまだ傷つくの嫌や,や昔先生からそんな風に言われて嫌やったことを思い出したこの人あの先生に似てるかもそんな気持ちが湧いてきて無理やこの人じゃない交際終了しよう と同じようなことを繰り返したりしてませんか実はそれね、早がてんということもあります。交際の途中でそんな気持ちが湧いたとしても、結果としてそのお相手と結婚に至ることは多々あります。大丈夫です。解決策は、過去と今を切り離して考えればいいんです。過去の自分では対処できなかったことも、今の自分なら対処できることもあります。みんな日々成長していってますから。 いろんな経験をして、それを踏まえて次に進んできたはずです。条件反射で、無理って決めつける必要はないんです。昔の自分と今の自分が違ってれば、以前と同じ結果にはならないはずなんです。落ち着いて、過去の自分とは違う、今の自分で対処してみればいいです。もちろんね、やってみてダメだったら、次に行けばいいだけです。10番。 開き直るるといいう潔さを持っている婚活してるともし子供ができなかったらどうしようもし病気になったらどうしようもし結婚してからこの人のこと嫌いになったらどうしよういろいろ考えてしまいますよねそんなこと考え出したら永遠に結婚はできないです成婚していくメンバーはいい意味で開き直りの潔さを持っていますなるようにしかならない自分にできることをやって今できる最善の選択をしたら あとは流れに乗っていこう何か起こったらその時に考えればいい対処すればいいなんとかならないことなんてない今までもそうやって生きてきたんやからそんな感覚ですあなたもぜひ開き直って軽やかに進んでいってください11番交際相手を早い段階で一人に絞るまだよくわからないから交際してますっていう状態の人が2人3人。 どうなるかまたわからないし心もとないのでお見合いいのお申しし込みしようと思いますこんなふうにね人を変えて交際を渡り歩くようなことを何ヶ月も何年もやってませんかこれ婚活が永遠にに終わらないループにはまってます早くに成婚する人は交際相手を早い段階で一人に絞ってしっかり時間も気持ちもその人に集中して向き合って答えを出してます。 もちろんね、その人とと成功に至らないこともあるけど、そしたら次のお見合いをまたささっと組んで何人かと交際してまた交際相手を早い段階で1人に絞ってそうこうしてるうちにご成婚卒業って感じです。早い段階で交際相手を1人に絞ってさっき話した1番から9番の感じで交際してたらちゃんと結婚はできます。1つ注意してほしていのはね、 ただ単に一人の人とだらだら交際するのとは違うってこと交際の中身重要です12番婚活の優先順位を上げて時間を確保している仕事が忙しくて実家の用事が趣味に時間取られてそんな時間の使い方をしていませんか大人になったら暇な人なんていないです暇やから婚活するわけでもないです早くに成婚する人は今は今 婚活を最優先にすると決めてもちろん仕事もしながらお家のこともしながら婚活の時間を確保してます今何に時間を使うのかは自由ですただ自分の人生を考えた時絶対に結婚はしたいと思ってるなら死ぬ間際に結婚したいわけじゃないですよね結婚生活をいろいろ楽しみたいから結婚するんですよねであれば 今というタイミングでの優先順位は見えてきます自分の人生を真剣に考えて時間配分エネルギーの配分を自分で決めてください13番婚活のサポートを受ける時はオープンマインドでスムーズに成婚していく人のサポートの受け方はこんな感じです私が運営している結婚相談所ダッシュの例になりますけど基本的な考え方は一緒かなと思うので是非参考にしてくださいオープンマインドになってるとね ちゃんんと情報が共有でできるんですデートの日程なんかはチャットワークのタスクに入れたり完了のチェック入れたりシステムを使ってデートの記録それもきちんと入力してくれるので状況がリアルタイムに共有できるんですよということは今サポートが必要やながすぐにわかるんでスピーディーに対応ができるんですお見合いやデートの振り返りをして一緒に気持ちを整理していける こうやってるとね、交際相手は自然と1人に絞れてくるんです。自分と向き合って自然と優先順位をつけることができるんですそれとね提供している動画教材や読んでみるといいよっておすすめした本をすぐに見るすぐに読むそして取り入れて実行するまでやってますなんならね基本動画のお見合い編交際初期編 仮交際から真剣交際編の3つを何回も見て素直にそのように進めていってます。それからわからないことが出てきたらすぐに聞いてすぐにやる。不安な気持ちや迷ってる気持ちも素直に言える。で、どうしていきたいのかも自分で決めて一緒にそこに向かうための話ができる。例えば2人の交際相手がいてどうするか迷ってる。でも自分の気持ちをはっきりさせたいみたいな感じ。 どうして生きたいかが決まってたら状況をを見ながら一緒に答えを探すことがでできるんですこれって信頼関係があるからできるのかなって思うんですうちは婚活バディっていうスタイルでやってるんですけどこのバディってね夫婦も一緒やなって思うんです常にアイコンタクトとってお互いに協力し合う関係性オープンマインドで信頼関係を作るということを婚活中に練習してる感じせっかくサポート受けるなら120%活用しましょう では、13戦のおさらい。1番、お相手をジャッジしない。2番、婚活は2人でするものという感覚。3番、自分の負の感情を受け止める。4番、自分を大切にゆとりを作る。5番、感情を言葉にして伝える。6番、お相手の荒探しをしてしまうときは、未来の不安を消したいんだなと考える。7番、急にテンションが下がったときは、プロに相談する。 8番、お相手との温度感、スピード感のズレは、時間幅を持たせて調整。9番、過去の記憶とリンクする嫌な感情は、今の自分で対処できる。10番、開き直るという潔さを持っている。11番、交際相手を早い段階で一人に絞る。12番、婚活の優先順位を上げて時間を確保している。13番、婚活のサポートを受けるときは、オープンマインドで、こんなに長い動画、最後まで見てくれてありがとうございます。 すぐに取り入れられることばっかりだと思うので、ぜひ一つでも二つでもやってみてください。きっとあなたの結婚が早まります。今日の動画が少しでも役に立ったなと思う方は、グッドボタンやチャンネル登録ぜひお願いします。あなたは何番目が一番印象に残りましたかコメントで教えてもらえると嬉しいです。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあまた